ポリエン系抗心菌薬は、心菌をターゲットとした、抗菌性ポリエン化合物である、ポリエン系抗生物質とも呼ばれる。これらのポリエン系抗心菌薬は通常、ストレプトマイセス属のいくつかの種より得られる。これらのポリエンは、心菌細胞壁中のエルゴステロールに結合し、細胞壁の漏出を促進することによって、心菌を細胞死に導く。アムホテリシン B。 ナイスタチン及びナタマイシン等がポリエン系抗心菌薬の例である。これらの化学構造は、肝の一方に複数の強薬炭素炭素二重結合を、もう一方に複数のヒドロキシ元を含む大胤肝である。また、しばしば D マイコサミン元を有している。一連の強薬二重結合は、通常市街化治療域の電磁波を強く吸収するため、 ポリエン系更新菌薬はしばしば金色を呈している。アムホテリシン B の化学構造。アムホテリシン B は、黄色を示すポリエン系更新菌薬の例である。交互に一致する二重及び単結合を中央に、マイコサミン元を右下に示している。ナイスタチンの化学構造ナタマイシンの化学構造。ピマリシンピマリシンとも呼ばれる。ありがとうございます。